社畜猫。朝起きてまず思うこと、帰りたい。はあ、もう朝か。すでに家に帰りてえ。しんど。はあ。まあ、出社しますけど。今日も頑張れ、猫た。すべての働く人に送る社会人コメディ、社畜猫第1巻好評発売中。社畜、社畜、社畜猫。社畜猫。電車の時間ずらしても会う苦手な同僚。はあなたも必ず成功する。また広告の脅迫キャッチフレーズのオンパレードですわ。成功してないと生きてる価値もないんかな。お、猫たくんじゃないか。珍しい。片山さん、なんで？同じ電車なの分かってるから早起きしてずらしてるのに、なんで今日はよりによって。睡眠時間早めの支度、朝ごはん抜き、違う電車に乗るための労力。男も脱毛。お、男も脱毛の時代か。猫たくんもやらないの？やんないっすよ。自分がやったら脱毛じゃなくてハゲになっちゃいますもん。頑張って会話しようと地雷踏む。明日はもう一本電車早めよう。頑張れ猫た。すべての働く人に送る社会人コメディ、社畜猫第1巻好評発売中。社畜、社畜、社畜猫。社畜猫。呼び出され、上司の無茶ぶり予測不能。なんかやったかな。この前廊下にカップラーメンこぼしちゃったことかな。しばらくずっと匂ってたもんな。猫たくん。は？猫たくんはタップダンスって知ってる？タップダンスだよ、タップダンス。ほら、足を使ってさ、音を出したりして。テレビで見たんだけどさ、今教室とかあるらしくてさ、面白そうだよね。猫たくん、ちょっとやってみせてよ。雰囲気でいいからさ。ね？ね？猫たくん、こういうの得意そうだし。いや、そのできないなぁなんてやったこともないですし。ノリ悪いなぁ。こんな感じかな、なんて。さっきの書類全部打ち直して。仕事ってなんだろう。タップダンス教室通うべき。それは仕事じゃないぞ猫た。すべての働く人に送る社会人コメディ、社畜猫第1巻好評発売中。社畜、社畜、社畜。